ドリーム放送局 FM ルピナス 86.0 メガヘルツ、水曜夜9時、斉藤芽衣の今日もラブ&ピースもりもりひとつかみ。はい、今週も始まりました。今週は先週に引き続き斉藤芽衣のセカンドミニアルバムについてのインタビューを、謎のインタビューはお豆さんをお迎えして皆様にアルバムを聴いてもらえるようにいろいろ話したいと思います。はい、それでは早速ですが、お豆さん、今週もよろしくお願いします。お願いします。豆です。はい、あれ、みーちゃんなんか変わった部屋。今日はルピナスのお花とともにちょっとお送りしますね。ここから撮ったんですか、FM ルピナスは。うん、ちょっと曲調に今度聞いてみないとわからない、もしかしたらこう一つ一つの、ね、小さい花が一人一人のそれが、うん、あのアーティストで、うん、全然違ったらごめんなさいな。あら、素敵。そういうことにしておきましょう。そういうことにしておきましょう。はい。先週は、まあ、アルバム全体に対してのことと、はい、5曲目の私を流れる音楽をっていう曲に関しての、うん、まあ、質問とかをしてくれたんですけど、はい、今週は、はい。はい。何かありますか？曲のこともいろいろ聞きたいんだけども、ジャケットが、とっても素敵なんだけど、うん、これはどういう風にして作ったの？はい、まずデザインしてくれたのが、うん、まあ、1枚目のアルバムと同じ、安野くんっていう、うん、バンドマンなんですけども、さよならボーイっていう、すごくかっこいいバンドなんですけど、うん、はい、ボーカル、ギターボーカルの安野くんがデザインしてくれて、うん、写真は古谷さんっていうカメラマン、うん、この方は音楽を始めた当初からの長い付き合いの一緒にこう黒歴史を作ってきた。ちょっとね、ジャケットの方が全然決まらなくて、最初もう本当にもう音源できてるのにジャケットがまだっていう状態になってしまって、うん、本当にどうしようって焦ってる時に声をかけたらもう3分で返事が返ってきて、うん、昔からの仲間というか本当に大事だなって思いましたね、うん、なんか前回とデザインが同じ方っていうのが意外でね、なんか今回も前回も色がいっぱいあってカラフルだけど、またね、前回のこうわーっていうのとは違うカラフルさで表現したかったっていうのがあって、そういう多分思いを組んでくれて、あ、なんだと思います。カラフルだけども、うん、ちょっと余白があるというか、うんうん、くすんだ感じです。なるほど。そんなアルバムの中身について聞いちゃおうかな。はい。じゃあ、1曲目から。はい。1曲目、あの日々の後。はい、日々の後、うん。これが、リード曲ということでいいんですか？このアルバムの。そうですね。あの、アルバムのタイトルの、さよなら、こんにちは、優しい人っていうのも、この曲の歌詞の一部分を引用してるので、うんうん、間違いなくリード曲と言えるかと思います。うんうん、その今も言ってた、さよならこんにちは優しい人ってこの、そのままこの曲の歌詞に出てくるんだけど、この曲のタイトルは、さよならこんにちは優しい人じゃなくて、あの日々の後。で、でもあえてここからアルバムのタイトルを取っていて、なんかこう深い意味があるのかしらと、探りたくなるんですけど。そもそもあの日々の後っていう、あの日々ってどの日々っていうところなんですけど、うんうん、あの日々っていうのは、あのって今から見たら過去じゃないですか。うんうん、あの日々は。あの頃。あの頃とかそういう過去のことで、ただ、うん、未来から見たら今のことじゃないですか。うんうんうん。うん、そういう未来から見た今を歌ってると、うん、時系列的にはそういう曲で、うん、で、あの、さようならこんにちは優しい人っていうそのフレーズは、うん、今ね、すごく世の中が大変なことになってて、もういろんなことが起こってて、ただ人って生きてるだけでも大事なものを失ったりとか、うん、ね、生きていくだけで精一杯だったりとか、そういうことがたくさんあるのに、うん、さらにもうね、大勢の人が苦しんでしまうような、そういう状況が訪れてて、うん、
でもその未来から今を見て、今を超えた後は、うん、何か希望があるような、でそんな歌にしたかったので、うん、あの日々っていう時間軸と、うん、そのフレーズとさようならっていう悲しみを乗り越えた後に、うん、またもう一度、うん、希望を見出せるような、自分の中には明確に、うん、この人に歌ってるっていうのがあるんですけども、うん、まあ、一人いるっていうこと、一人の人がいるんですけど、うん、その人を通して、まあ、その世界だとか、その人を通して同じように大変な思いをしている優しい人たちへの歌っていう意味で、うんうん、アルバム全体を通したメッセージが、まあ、そういうところなので、うんうんうん、アルバムタイトルとして名前をつけました、うん、先にタイトルを決めて歌詞に入れたのか、歌詞から抜いたのか、タイトルアルバムタイトルがもう全然最後ですね、うん、へー、じゃあこの曲のこのフレーズを抜こうって、まあ、いろんな候補があったんですけど、うん、これが一番しっくりきたというか、まあ、全部、うん、それぞれの曲全部枝分かれはしてるけど、この芯の部分、根っこの部分 は共通してて、その共通してるっていうのが、うん、まあ、このフレーズなのかなっていうので、うん、しっくりはきてますね。こんにちはさようならじゃなくて、さようならこんにちはなところがすごく好きで、なんか豆もたまに歌詞を書いたりするんだけど、ハローグッバイってすごく昭和歌謡によく出てくる、大好きな、うん、よく出てくる、ね、すごくいい言葉なんだけど、私はハローグッバイってグッバイが後についてるのが悲しくて寂しくて、うん、もうなんかこう巡って巡ってハローグッバイっていう意味ならグッバイハローでいいじゃないって思っているから、うん、あのすごい豆的な話なんだけど、グッバイハローっていう曲があるんだけど、うん、なんかこのタイトル見たときにまたリンクしちゃったって歌に思いました。感覚を共有してるっていうことですよね。うん、それがね、うん、何かのタイミングで一致するっていうのはすごく嬉しい、うん、嬉しいことですね。なんかね、この歌はそのみんなに向けて作った、あのこのアルバム全体を今までよりもいろんな人に向けて作ったって言ってたんだけども、この曲はやっぱり特に応援歌じゃないけど、こうね、まあ、誰かに向けて書いたからっていうのもあるし、すごく背中を押してくれる歌なんだけど、でも斉藤芽衣ちゃんの歌はこういつも頑張れよ頑張れよじゃなくて、あの頑張ろう、私も頑張る、頑張ろうねっていうメッセージをいつも感じて、だからすごく優しいし、うん、それでみんな頑張ろうって思えるんだと思うんだけども、うん、この歌のやっぱりサビがもう本当にその全てを表している感じがして、今が最低ならできたら普通は明日は最高になるよとかさ、耐えればなんか次はいいことあるよみたいな風に行きそうなところを、もうただ息を捨てよう、もうそれでいいんだっていうさ、もうただ息を捨て、捨てねえじゃなくて捨てようっていうところに、なんかもう全てが現れてるし、きっとその向けて書いた方以外のいろんな人がまたこの歌に勇気をもらうんじゃないかなと思います。そうですね、偉そうなことは言えないですからね、同じ世界に生きてて、まあ、必死に息をしようとしている人たち、うん、別に横並びとかじゃなくても生きていけたらいいなって思います。うん、この歌始まりがこう不思議じゃないですか。アカペラで、ね、うん、あの歌詞のないうーっていう風に始まって、これは何かどういう流れでこういうことになったんですか？完全に思いつきだったんですけど、最初は。まあ自然に出てきたものっていうか、なんかこう悲壮感のあるような悲しみではなくて、
例えば大事なものを失ったりした時とかって悲しいけれども、その大事なものがあったっていうこと自体はすごく美しいことじゃないですか、うんうん、そういうものを集約したフレーズになったのかなと思ってます。アルバム全体のね始まりがこれって結構挑戦というか、最初正直心配だったのが、最近って、うん、あのサブスクとかで音楽聴く人も多いじゃないですか、だからなんか最初の3秒ぐらいを聞いて、あこれ違うなって思ったら、うん、そういう文化があるみたいですね、うんうん、なんかそれを思った時に最初あれが流れてきたら、うん、なんだこれって思って飛ばされちゃうんじゃないかなって確かにあの一緒に録音した人たちにも、あの、うん、曲名これですって言ったら、なんか攻めるねって言われて、でもみんな結構その4曲目の愛する人の条件っていう曲が1曲目に来ると思ってたみたいで、うん、まあ、結果的にいいんじゃない攻めててって言ってもらいました、うん、なんかでもその今言ってたね、多分最初もうちょっとこうつかみをさ分かりやすくしたらサブスクとかでいろんな人に聞いてもらうかもしれないけど、ここは自分の意思を貫いてそれはしなかったっていうのが、やっぱりそのバランス、寄り添ってくれてるけどちゃんと自分を貫いてるところが全体に現れたから、この出だしは完璧です。ありがとうございます。でもあの曲はね結構展開してっていろいろ変わる曲なんで、うん、ぜひ最後まで聴いてもらいたいですね、うん、なんだったらアウトロが一番気に入ってるので私。おお、そう、歌詞もこの一曲の中でちょっとずつ前向きになっていく人の姿というか、出だしのちょっとそういう悲しみっていうところから光に向かっていく姿がちゃんと歌詞にも一曲の中で現れていて、うん、これはみんな聞こう。聞いてください。はい。じゃあまだまだ聞きたいけど、はい、まだあるからね曲は。2曲目、はい、逃げろ自由へ。はいはい、これはもうねずっとライブで弾き語りでやっているのを何度も聞いたことがある歌だったんだけど、うん、なんかでもこうバンドバージョンで音源になるって想像してたよりもずっとポップに仕上がっていて、ちょっと驚きました。チャラチャラキラキラピコピコみたいな、ギター一本で歌一本でっていう泥臭いところからやってきたんですけど、うんうん、まあ、ライブでもこの曲だけはリズムマシーン、うん、チュ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 みたいな、うんうん、こういう機械の音と一緒にやったりしてて、うんうん、そういうなんか最初の動機はやっぱりそういう今時なことを取り入れたいみたいな、そういう不思議な、うん、完全にそういう動機を作った曲なんですけど、うん、思いのほか自分でも気に入ってしまって、うん、あとは作ったのは2019年11月とかなんですけど、どんどんその、まあ、その後すぐに、まあ、いわゆるコロナ禍になって、うん、自由がなくなっていって、うんね、作ったのはそれ以前だから、それを意図したわけじゃないのに、逃げろ自由へっていう言葉が自分の中でもこうリアルに迫ってくるようになって、うん、僕はちょっとあの録音しないといけないなっていう、うん、この曲がこう今とつないでくれてるっていう意識があって、なんかさっきあの日々の後で言った今とはまた違う、なんて今どきもっとミーハーな方の今っていう、うん、あの握手しましょうみたいな、そういう音にしたかったというか、みんなの歌に流しても大丈夫そうなすごいなんか楽しい歌になっていて、でもなんかこうパッとね聞くと音も楽しいし、ね、歌もすごいこう明るい歌でポップに聴けるんだけども、まあ、絶対裏テーマがあれでしょこの歌は。本当は一番メッセージ性が強い歌なんじゃないかなって、きっと言いたいことをこうポップにポップに包んで斉藤節で、ね、歌った歌なんだろうなっていう感じがするんだけど、でもそれがそのポップなこのアレンジによって輝いてというか、バランスがやっぱり最高なんですよ。ここをなんかガッと来られると
の重くこう来てわーってなるそうなところをこんなに楽しくしてくれて、だからこそメッセージがより胸に響く感じがして考えさせられます。おお、マジで例えば歌詞で、いや、なんかこう逃げないといけないんだよみたいに言ったら、うんうん、その言葉自体が重いじゃないですか、うんうんうん、自由に逃げられてないじゃないですか全然、うんうん、だから言葉自体はちょっとなんかふざけてるような、うんうんうん、なんかやっぱり弾き語りだけじゃ伝えきれないものがちゃんと CD で音源で表現だったっていうことだよね、うんうん、この曲は特にそうですね、うん、所詮庶民よ、チャイニング庶民よ庶民よってすごいよね。しかもそれが別に卑下してる方の意味じゃなくてね、所詮庶民なんだから自由よっていう庶民のままシャイニングすればいいんじゃないかなと思います。はい、頑張りますそれでは3曲目、真ん中の曲が種をまく。種をまく、はい、これもライブでよく聞いてきたけれども、うんうんうん、なんかこれはそう、でもそのライブで聞いた弾き語りで聞いてる時の綺麗なイメージはそのまんま、やっぱりこう力強くパワーアップした感じというか、そのさっき先週言ってた最初の3曲がテンポが同じぐらいって言ってたけれども、でもこの曲がやっぱり一番バラードに聞こえるわかんないなんだろうね、聞かせる歌、メロディーが綺麗だし、うん、なんだけど、これはどういう位置づけの曲ですか、位置づけというかどういう曲ですか。もともとはまあ売れないミュージシャンの曲なんですけど、へ、うん、出たいけれどもなんかどこかに武士みたいな潔さをこう持っていたくて、自分が自分の決めた道を歩いているそれだけで、もう自分はいいんだっていう気持ちを持っているんだけれども、まあもちろんそれだけじゃなくて、うん、人間関係とか、まあ、ずっと強くはいられないよねっていうことも含めた、でもその上で、うんうん、やっぱりこう、うん、鮮やかにやりたいよねっていうような曲だと思います、うん、なんか売れないミュージシャンの曲って言われたら急にすごいブワーって入ってきたおお、そうですかね、うんうんうん、なるほど、ミュージシャンだけじゃないけど、うんうん、世の中で、うん、なんか道なき道を行く人というか、うんうん、そういう花を咲かせるためにまくっていうよりも、そのまくことにも意味があるというか、うんうん、んだよっていうことだよね、うん、これはなんか もっともっとバラードっぽい感じになるのかなって思ってたら、そう、でも意外とね、音源になったら力強い曲になっていて、うんうんうん、確かにレコーディングするときも演奏してくれた人たちに、なんか例えばドラムなくてもいいんじゃないとか、うん、弾き語りいいんじゃないこの曲とかって言われたりしたんですけど、私の中では、うん、バラードではなかった、むしろサンプとかベースのこう淡々としたこう音を入れることで、その自分は淡々と何かを一つのことをやるんだっていう、なんか意志みたいなものを入れたかったから、うん、うん、音的にも綺麗なだけにはしたくなかったというか、うん、そういうのありました。そうだね、歌詞も綺麗なだけじゃないもんね、ガラズ屋の大人、うん、ここがもう大好きでガラズ屋な、私の声ですみませんガラズ屋な大人に出会って私たちはもっともっと純粋になろう、私だって分からずやよ、来た道しか知らないけど種をまくんだよっていう歌詞が最後の方に出てきて、
こういう大人はこうだ、大人なんてこうだみたいなのをさ、若い子がよく書く歌詞、別に若くなくてもよく出てくる歌詞ではあるけれども、でもそういう大人に出会ってもっともっと純粋になろう、私だって別れた焼き鳥しか知らないけどっていうのは、もう本当にこの酸いも甘いも得たこの年齢の今のめいちゃんにしか書けない歌詞だなと思っています。何かを否定すると、その分からずやな大人めって思うけど、なんか必ず自分に返ってくる、なんかなんか知識過剰なんですよね。なんかこう自分もそう言われるかもってすぐ思っちゃって、自分も分からずやな大人になってる瞬間があるかもしれない。やべえと思って多分って言い訳みたいになってます。はい。すごいな。種をまく。まいてますか、種。誰もがまいてる。このラジオは種だもんね。こうたくさん、ね、そうだ ね、うん。そうです、そうです。ルピナスの花を咲かせる、うん、みたいな。咲かないかも、咲くかもしれない。でも本当、アルバムのね、話からそれ。ちゃうけど、それるのかよ。ね、あの活動の話になっちゃうけどさ、ね、本当に一生懸命もうものすごい時間と労力をかけて作ってもさ、全然見てもらえなかったりすることもあるし、届かないこともあるけど、巻き続けることです。すごい現実的なね話で言ったら、こう数字とかが目に見える時代だしさ、再生回数とか何枚売れたとかさ、うん、でも花が咲かないことを恐れない、実りはなくても構わないって言ってるから、めいちゃんがその通りだから、そう思えないこともあってもまた戻ってきたいなっていうか、そう思える自分、私も戻ってきます、この曲に何かあったら。4曲目、はい、愛する人の条件、はい、あ、これ待って、もう短く終わらせて言ったけど無理かもしれない。いや、いいです、いいです、お願いします。この方に出会って初めて私が、あのみーちゃんのライブを見た時から歌ってると思う、この歌はね、すっごい好きな歌でしょ、だよね、一番古い今回のアルバムで、絶対初期の頃、あの MC で斉藤は恋愛ソングが2曲しかないんですけどって言って、でもやっぱりこの歌はさ、何度聴いてもいいけど、初めて聴いた時のどんでん返しがあるじゃん、歌詞の頭に。だからやっぱり初めて聴いた時の印象がすごい未だに残っていて、どんでん返しで、でもこれから聴く人もいるかもしれないから言わない方がいいのかな、なんかこうバーってね、最初こう結構、しかもそこが長いじゃん、こうバーって並べて、愛する人の条件はこうでこうでこうでって言って、あ、なんか意外とそういう系なんだ、斉藤美ちゃんってそういう感じなんだって思って、バーッとこうひっくり返して、ふわっとギャフンではないか、こうバーってひっくり返される感じが最高だって最初から思ってたから、これはなんで今これを今やろうって思ったの？この曲に関しては今やろうっていうよりは、やるなら今が最後だって思ったんですよ。まあいつか、あのちゃんとバンドで音源にしたい曲ではあったんですけど、最後のチャンスが今だっていうふうに思いました、この曲に関しては。年齢的にっていうこと？時代的にっていうこと？両方ですね。別に何年後に歌ってもいいのかもしれないけども、さっき恋愛の曲2曲しかないって昔言ってたって、未だに2曲しかないんですよ。後の曲がこれっていうのもどうなのか、全く可愛くねえなと思うんですけど、そういう可愛くない、なんかちょっと生意気なようで、なんだろう、上から目線でいられる自分でいられるのは、このあたりが最後かなというか。ああ、なるほど。でもずっと歌ってほしいけど。いや、歌うけど、形にしてしまえば、もう、こういうものだと思って歌えるから。
その先も伝えるんですよ。あと具体的なものはジェンダーフリー、男とか女とか関係ないよって、うん、人間は平等なんだって、うん、いう流れになってきて、それってめちゃくちゃ素晴らしいことじゃないですか。うんうんうん、男だからとか女だからで縛られてたものがなくなっていくっていうのは世の中にとって間違いなくいい傾向で、うん、だからそんな中で私はこんな女でいるわって、うんうん、女をこう歌い上げることはどうなんだろうって正直最初はすごく嫌なんですけど、この曲を今録音、うんうん、だけど別にこの曲は女はこうあるべきとかそんなことは全然思ってなくて、うんうん、私はこうありたいっていう、結局は女とか関係なく、私はこうありたいって言ってるだけの曲だから、うんうん、いいのかなって思えた瞬間が、うんうん。女と書いて人と読んでるぐらいのことだよね。そうですね。うん、そうですね。たまたま私は女でこう思いましたっていうだけの、それだけの曲だから、別に誰かの価値観を聞いて、するわけでもないし、うん、それでいいのかなと思って、うんうん、そのジェンダーフリーっていう考え自体は素晴らしいし、そういう世の中にどんどんなっていってほしい、うん、けれどもこんなこと言っていいのかなとかね、特にメイちゃんのようにいろんな人のことを考えてしまう人は本当にどん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 表現が難しくなって、それで叩かれるからとか誰かに何か言われるからとかっていうよりも自分が気になっちゃう、これで誰かを傷つけたらどうしようとか思ってしまうっていうね話をもうめちゃくちゃした深夜にしたんだけれどもでもその時にも、うん、思ったし言ったけど、やっぱり、うん、ここはもういいんだよ、もしもその不快に思う人がいたとしても、それはもう仕方がない、不快っていうことは仕方がなくて、傷つくことはない、傷つかないよこれで、だって傷つけようとして歌ってないし、だから大丈夫。弾き語りバージョンがね、さっきもその黒歴史の方と撮ったっていうミュージックビデオ YouTube にあるんだけど、あれ大好きでなんかすごいさ、あの昭和のテレビとかで流れてきそうなさ、あのお色気ムービーみたいなあの感じがすごい好きなんだけど、今回の曲でこのアレンジでよりあのミュージックビデオにマッチした感じがすごい、おなしに行ったのかっていうぐらい、こう遊び心と、ね、そういうシャレとかそういうものと、でも真剣なところと可愛らしさと可愛いだけじゃないっていうところと、なんかこうちょっとファミコンみたいな音も感じて平成初期みたいなさ、そういう懐かしさというか、なんかその辺もあの部分にすごい合っていて、なんかこれで完成した感じがしました。この歌が自分の中に持ってるロックっぽさ、もうバリバリバンドでギュイーンってやりつつも、うん、そのキラキラしたもうアイドルみたいな、うん、そういうキラキラ両方合わせ持ってやるぜっていう気合を、うんうん、まあその音的にもそのバンドの方々が出してくれたので、うんうん、それがちゃんと聴いてるな、よしよしっていう感じでこれは唯一男性のコーラスが聞こえた気がするんですけど。あれ？そう。ちょっとして。ちょっと待って、ホラーなんだよ。待って、ホラーですか？私しか入れてない。え、どこ入ってるの？あ、あそこは私の声です。私の声です。そうじゃ絶対嘘だよ。それ嘘、嘘、忘れてる。嘘じゃないよ。なんで嘘つかないといけない？私しかコーラス入れてない。聞こえたんだ私はこの曲というか、もう多分めいちゃんの曲の中で5本の指に入るぐらい好きな歌詞がこの最後ですね。うん、うん、このもう1個前から好きかっこよくて胸を打たないものはこの世で一番興味ないものだわ、ああ賢くて幼い、ああ女でいるわっていう
なんか一つもさ、難しい言葉とか珍しい言葉は使ってなくて、だって賢いも幼いも別にみんな理解できる言葉で、もうその子のチョイスと組み合わせと素晴らしいです。ありがとうございます。賢くて幼い女で。いましょう。いましょう。この間、また新しくミュージックビデオを撮っていたという情報を、まあ、めげっとしたんですけど、はい。何の曲なのか聞いていいのかしら。はい。今回撮影したミュージックビデオは、まあ、リード曲のあの日々の後。おミュージックビデオが近日公開されます。YouTube チャンネルを登録していただいたりですとか、まあ、Twitter などをチェックしてください。はい。ことで、制作全体通して、なんかこう、学んだこととか変わったこととか、強くなった思いとか、ありますか？私自身はそんなに大きくは変わってないです。ただ、これからというか、また次の作品をすぐに作りたいぐらい、うん、こういう音楽を作りたいっていう気持ちが加速した一枚だったなっていう気持ちはあって、うん、もちろんでも次のことも大事ですけど、このまずはこのアルバムをいろんな人に聴いてもらいたいなっていう思っているので、ぜひぜひ皆さん、まあ、斉藤明のホームページから通販でお買い求めいただくか、サブスクでも配信されてますので、サブスクでも聞いていただくか、まあ、このラジオを繰り返し聞いていただいて、流れてるとこを聞いてもらうとか、なんか作品に触れてもらえたらなと思います。うん、はい。はい。まみさん、はい。先週に引き続き今週も、そして、かなりこう聞き込んでくれて、いろんな質問してくれて、どうもありがとうございました。おかげでいろいろ話ができました。ありがとう。ありがとう。楽しかった。はい、キャラが、これでごめん。ありがとうございました。じゃあ、このラジオ、実は3月いっぱいで、終了となる予定なんですけれども、毎週水曜日。なんですけど、まあ、来週ちょっと大事なお知らせがあるので、来週お楽しみにしててください。おはい。じゃあ、今週もありがとうございました。3月も終盤ですけれども、皆さんお体に気をつけて、なるべく元気でお過ごしください。なるべくね。はい。なるべく。じゃあ今日もありがとうございました。斉藤明の略して今日森ラジオでした。ありがとうございました。セカンドアルバム聞いてね。まみさんありがとう。愛してるね。愛してるね。